プファフェン方面の戦いは、1745年4月15日に行われたオーストリア継承戦争における戦闘である。オーストリア軍とフランス軍とプファルツ軍の連合軍が戦い、オーストリア軍が勝利した。1744年冬、第二次、シュレージエン戦争が始まって、オーストリア軍が東のベ面シュレージエンに移ったことからバイエルンは事業を回復し、 皇帝カール7世もミュンヘンに戻ることができた。ところが、プロイセンがオーストリアに敗北して、シュレージエンに交代したことにより、すぐにまた、オーストリア軍の侵攻を受けなければならなかった。そんな中、かねてより健康を損ねていた、カール7世が45年1月20日に死去し、まだ17歳のマクシミリアン・ヨーゼフが、先帝公くらいを継いだ。若すぎる彼の即位は、 苦しいバイエルンの戦争継続をさらに困難なものに、したが、オーストリアと和平を結ぶか、徹底抗戦するかで、重心たちは二手に分かれて争い、マクシミリアン・ヨーゼフも決断を下せなかった。オーストリアのマリア・テレジアは、バイエルンを早期に屈服させる目的で、バイエルンに対して、冬の間から圧迫を強めていた。そしてやをなく、和平を受け入れさせるべく、自軍に、 ミュンヘンへの進軍を命じた。バイエルンには、援軍は、セギュールのフランス軍と、フランクフルト同盟によって派遣されてきたプファルツと、ヘッセンカッセルのそれぞれ若干の部隊しかおらず、劣勢は覆せなかった。3月、東映を閉じないうちに連合軍は、オーストリア軍の進撃を受けた。この時、バイエルンの主力が、東から進撃する、ブラウン軍に相対している間に、 バティアニー軍は北から迂回攻撃をかけることに成功し、連合軍は各個に分断され交代を行わねばならなかった。4月15日、バティアニー軍はプファフェン方ンに達してセギュール軍に接近しこれを攻撃した。プファルツの部隊をそのうちに含むセギュール軍はプファフェン方ンの町の西の丘に陣を敷いて接近してくる敵部隊に砲撃を浴びせて、 抵抗を試みたが、オーストリア軍のョーパンドゥールに町に侵入されて攻撃された。優勢な敵に包囲されることを恐れてセギュールは抵抗を断念し、パール側まで撤退しようとしたが、この過程でオーストリア軍の必要な追撃を受けた。プファルツの部隊はその主な経費をフランスが支払っていたが、兵士の士気は低く、セギュールの撤退命令を配送と受け取ってパニックを起こし、 逃亡者が相次いだ。そこへ、オーストリア軍のフザールが追撃に現れたので、セギュール軍はさらなる打撃をこむった。18時頃、セギュールはなんとか方園バルトで北岸に渡下したが、多数の兵と物資のすべてを失った。これ以上の追撃から逃れるために、セギュールはさらに強行軍でレヒ川を目指して撤退した。ミュンヘンの北の守りを失って、 マクシミリアン・ヨーゼフはアウクスブルクに逃れ、バティアニー軍はミュンヘンを占領した。この戦いと、それによるミュンヘン占領は、バイエルンの交戦の意志を打ち砕く役割を果たした。マクシミリアン・ヨーゼフはオーストリアへの抵抗を断念して、講和受け入れを決断し、フィュッセン条約が締結されてバイエルンは、継承戦争から脱落した。ありがとうございます。